さあではこちらのトラスさんの扉開きますか。前から思っていたけど、おめえって弱しだよな、サビ。おめえ、あのマテルのこと好きなんだろ。なのにもじもじうじうじしてばっかだし。ちょっと何言うてんねん、どないしたんや、ハマグリ。なんだと、俺様だってハテヒラリさんに告白もしてねえじゃねえかって。頭痛そう。もうおめえにはうんざりだ。俺様はこれから別行動だ。追っかけてくんじゃねえぞ。いい君、他人の不幸って最高だね。私は争いのもんさ。私の周りではみんなギスギスしまうのさ。あんたの正解な。なあ、兄ちゃん、ハマグリ追いかけような。無駄だよ。壊れた友情は元には戻らんさ。仲直りするには争いの心を全部消さなくてはならないけど、あいつらはとっても強いんだ。ちょっとやそっとのパワーじゃ消せないね。マジか。サフィーさん。おう、マデルさん。ああ、どうしたんや。こんなところまで来たら危ないやんか。これをサフィーさんにお渡ししようと思って。私の家に伝わるパワフルスピンというスピルです。お。さあ、ということでパワフルスピン。倒した敵を大きな真珠に変えられるよ。強いね。説明を気になりますか。これは、入れ替えの話ではないか。パワフルスピンは敵を連続で倒すことができます。しかも倒した敵は全て大きな真珠に変わるんです。ただ、あまりにものすごいパワーなんで、一度使うと目を回してしまいます。リスクはあるんだ。ですから、使う場所をよく考えて使ってくださいね。それから、このスピルは激しいパワーを使うので、サフィーさんしか使えません。サフィーさん専用。私の家に伝わる言い伝えでは、パワフルスピンを使うと、心の中の友情のパワーが形になって、使った人を助けてくれるそうです。あまりにも大きなパワーなんで、今までこのスピルを使った人はいませんが、サフィーさんならきっと使いこなせるに違いありません。だってサフィーさんにはキョロスケさんっていう素敵なお友達がいますから。なあ、ハマグリ迎えに行こう。パワフルスピンがあればきっと争いの心も消せるで。やっとその気になってくれたみたいや。あんたっていないよね。あ、うちもぼんやりしてられへん。パワフルスピンを使うのにいるスピルポイント貯めるの手伝ったらな。ほなな。さあ、では行きますか。キューノさん、争いのもん。大事な親友、クロスケを追いかけて友情を取り戻そう。パワフルスピン強そうだね、マジで。で、スタピーちゃんスタートなんだね。入れ替えとかありますかね。ああいうの壊せるのかな。どうなんだろうね。どこだここは。おい、クソガキ、聞こえてるか。迷っちまったよ。周りには怖そうな奴らもいるし。なんだって、サフィーが俺様を迎えに。余計なことをすんじゃねえよ。あんな奴大嫌いだからな。おめえ、もしサフィーを助けてやりたいなら、ピンク真珠を集めたり、敵を倒したりしてスピルポイントを貯めてやるよ。別にどうでもいいけどな。こんなファンなヒントを教えてくれる、クロスケさんですね。一応貯める手段はあるんだね、いろいろと。どうなんだろう、これ。取っておいた方がいいのかな。とりあえずね、どうすっかな、これ。結構行けそうな場所が多そうというか。入れ替えあるね。そういう感じのマップか。一回入れ替えますか。一応お電話あるんだ。電波が悪い。そいつらをパワフルスピンで一気に倒さないと扉が開かねえ、弱虫。こんな感じで教えてくれるんだな。さあ、パワフルスピン、キョロスケさんと一緒に力を合わせて、その力が大きな真珠になります。使えるのかな。どうなんだろう。なんだかんだなんだかんだ出てきてくれるんだ、クロスケさん。そうか、そういう感じね。
一気に行かないといけないのかな。おい、こんな感じね。なるほど。で、ここと繋がってんだ。オッケーオッケー。そんなら先に進んでみよう。ここもね。よし、もう一回貯めましょう。で、あとね、ちょっとここ入ってなかったなと思うんで入っときます。あら地味にむずいんすよね、呼び鈴。はい、オッケー。なかなかセーフがむずいな。さあ、マーメイドさん、マーメイドさん体力だけだよね、回復 SP は回復はしないと。で、今度上か。そうだな、まあせっかくだからちょっと入ってみるか。一応回復手段はまだある感じだね。オッケー。さあ行きましょう。さあ、モメドさん、そんなにマップ広そうではないけどな。結構多いな今回。まあ、ちょっと調べつつ回っていこうか。まあ、今みたいになるんだね、一般的さん。さあ、真珠戻っていこう。もうすぐ7000だね。おう、とりあえずね、マッピングは綺麗に行いたいんで。よし、こんなもんかな。扉も入っちゃうか。マジで？マジで？マジで？
よっぽど大丈夫かな、ここは。よし、いっちゃいますか。めっちゃ当たってる、めっちゃ当たってる。これはそうだな、この辺からかな。うわ、マジか、むずいな。真下の方がやりやすいですかね。ちょっと前のマップの方が回復しやすいかなと思ったんで戻ります。うわ、マジか、それでもむずいのか。多分違うんだな。どのポイントからやればいいんだろう。お、いけたいけた、よーし、オッケーオッケー。やっぱこの足場が大事だったのかな。よし、いけますね。さあ、このポイントもいらっしゃるね。とりあえず回復先しとこう。まあ、メノさん、まあ、弧を描くというかそんな感じの軌道だね今回は。でスピー回復のピンク真珠もさ、普通の真珠としてもカウントされるからハマってくね。こいつはマジでありがたい。うわ、マジか、むずいな。よーし、オッケー、いけました。なかなかハードだなこれ、マジで。お、キョロスケさんいる。申し上げちゃったわ。キョロスケを見つけたよ、シティに帰って仲直りしようね。ずっといたけどな。ということで戻ってきました。あの壁破壊ではなかったね。まさか私の封印が解かれるなんて。助けてくれてありがとう勇敢者たち。私は友情のもんです。さあどうぞお進みください。デジールは目と鼻の先です。兄ちゃんハマグリやったな。これでデジールのとこに。まだ進めてんのかいな。もういい加減にしや。もうこの二人はほっとこう。先行くで。サフィーさん、本当に本当にありがとうございました。ああ、なんだ、迎えに来てくれたのは一応感謝するぞ。弱虫とか言って悪かったな。よし決めた、デジールを倒したらおめえマテルに告白しろ。分かったな、男同士の約束だぞ。破ったら承知しねえぞ。サフィー王子は素晴らしいお友達をお持ちですね。友情という宝に比べればとてもつまらないものですが、これを差し上げましょう。さあデジールの元へ急いでください。ということで展開の服いいね。とうとう最後の戦いだ。決着をつけて王国に平和を取り戻そう。いよいよですね。展開の服着たね。おー、いいね。展開の服にしとこうかな。よーし、行きますか。マジで。ついにここまで来たな。ここがデジールの部屋のはずやけど、なんや、誰もおらんやん。俺様の力を怖がって逃げちまったんじゃねえのか。まあ、キョロスケ様にかかればどんなに強いやつでも。デジール、ようこそ天界の王子サフィー。ここまで来たことは褒めてあげるぞます。お願いです。モナムールストーンを返してください。それはできないぞマス。あの人を虜にするために私はモナムールストーンのパワーでもっともっと美しくならなければいけないぞマス。コラ老子は見た目の綺麗さとかで判断するな人とちゃうで。
きっとおばはんの心の汚さに気づいたからあんたは振られたんや。私の美しさに嫉妬ざますか、なんとでも言うがいいざます。モナムールストーンを取り返したければ、この強く美しく華麗なデジールを倒してみるざます。おお、ステージ入りますね。ということで 9-4 最終決戦、いよいよデジールと決戦だよ。アミー王国に平和を取り戻そう。行きましょう。いきなり魔人さん扉あるね。とは言うもののマジでもうバトルだけなんじゃないのかな。ね、びっくりマークすぐそこですもんね、目的地マップ画面の。だよね、いきなりボスだよね。よし、行くか。おい、気づいてるか、向こうからものすげえ嫌な感じがするぞ。多分この近くにデジールがいるはずだ。デジールは顔をすげえ大事にしてるみたいだ。顔にスピンしまえ。あの野郎、ヘビだから卵みてえにおめえも飲み込まれちまうかもしれねえ。そんな時はがむしゃらにスピンだ。完全に飲まれちまう前に抜け出せ。あいつを倒してマタルに告白だ。かっこいいとこ見せろ。おーし、頑張りますか。で、SP の回復手段も用意してくれてるね。ありがてえ。とりあえず、お顔が弱点っぽいね。ようこそざます、展開の王子。遊んであげるざます。さあ、惨めにアークはいいざます。さあ、デジル戦頑張っていきましょう。なんだなんだ？うおお。一応破壊できるっぽいね。すげえな。なんか攻撃が全然読めないな。で、回るんだ。回復手段として SP は取っておいた方がいいかもしれないな。そう考えるとね。おいおい、おお、で回って、このパターンっぽいかな。とりあえず定位置についたタイミング、真ん中の中心のところ、そのタイミングで攻撃バンバン当てた方がいいような気がするな。このタイミングって入る？入らないかな。ここが一番当てやすいよね、とりあえず。あー、しまった。そういうことか。オッケーオッケー。やべえ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 。普通にやべえわ、普通にやべえわ。うわ、逆回転ある、やば。当てようと思えば別のタイミングも攻撃できますかね。なんかできそうな感じあるけどね。これなんか逆回転あったからな、さっき。あんまり行きすぎると逆回転してくるかもしれん。あ、やばいやばいやばい。オッケーオッケー。おい、おい、
おい、当たんないのか今。まあとりあえず半分超えてるから、まあなんとかいけると信じて頑張りましょう。長いな結構長いな。本当なんていうかさ、今までのスタフィーさんのシリーズのボスたちとなんかジャンルが違うというかテイストも違うよね。すげえ慣れないな。やばいやばいやばい。狙わないべきか。あの天一の時だっかなってことは。よし、多分次でいけると思う。大体分かった。ちょっとあの天一に戻ってきたタイミングに絞って今回は攻めてみようかなと思います。おー危ない危ない。おい、このタイミング当たるよね。この横で移動してるときはおそらく当たり判定はないので、ないと思うので、あったらごめんなんかパッと見ありそうなんだよな。ただそう見えてしまうところは正直あるんだが、まあちょっとないと踏みます。で、天一戻ってくるから、でまあ脱出。ここはまあダメージ多分受けないから大丈夫。オッケーオッケー。でここまだ当たる。もう一回当たる。よし、まだダメージ受けてないよね。でまあ目を回さない程度にスピンしていけばいいかなと思うんで。いや全然良くない、さっきよりねえ、ノーダメージで半分ぐらいまでいきましたよ。まあ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 、分かっちゃえばこんなもんすよ。当たっちゃったけど当たっちゃったけどさ。で引っ込んだ後に戻ってくるからそこを狙う。うー、ほい。でまあ落ち着いてリズミカルにスピンしていく。 OK。 まあしっかり受けてから一発。オッケー。うわーマジか、いける。よし、なんとか次の一連できないかな。おお、そうくるの、そうくるの。うわ狭いな、この状態でもあるのか。これ逆回転しすぎたら怖いな。うわぁ全然逆回転あるわ。絶妙な速度なんだよね、この回るスピードが。たまになんかちょっとこうやってダッシュ入れないとスピードが合わないぐらいに程よくなってる、回転スピードが。
通常でこうやってやってると追いつかれそうというか、だんだんと程よい感じだね。しかし長いね。おい、落ち着いてスピンを当てていくと大丈夫。よし、うわマジか。まあでも当てる。弾幕やばくない？はい、マジか。いける。よーし、いきました。パインフコも使ってないよね。オッケーオッケー。ありがとうございます。はいはい。とんでもねえおばはんだったな。でもこれでアミー王国に平和が戻るはずや。よかったなサフィ、これでマテルもおめえにメロメロ。ご無事だったんですね。ほら兄ちゃん、ちゃんと告白するんやで。畜生、羨ましいな。俺さんも早くハテヒラリさんとクラロージ。どんまいすぎるわ。心配してよ、ワテル。君も怪我はなくてよかった。クラロ王子さえご無事なら、私なんてどうなってもいいんです。おい、邪魔して悪いけど、お二人さんどういう関係なんだ？ワテルは僕のフィアンセです。皆さん、ワテルを持ってくれてありがとうございました。フィアンセって婚約者、恋人をどうしたのか？はい、そうですが、皆さんどうかされたんですか？ああ、うん、こっちにもいろいろ事情があるんだ、気にすんな。許さない。許さない、許さないぞマスよ。私をこんな目に遭わせるなんて。なんすおばはんだ、まだ立ち上がるなんて。私の真のパワーでアミー王国もクラル王子もあんたたちもみんなみんな滅ぼしてやるざます。いけません、デジールの邪悪なバーが強くなっています。やべえぞサフィー、ここはひとまず逃げるぞ。おいサフィー、聞いてるか？つか生きてるか？マジで大丈夫か？さっき展開学者に聞いたんだが、デジールを倒すにはアンサーズカードってのを36枚集めないといけないらしい。アンサーズカード、詳しい話はロブ爺さんに聞けって言われたんだけど。どうすんだ、行くのか？やれやれ、スレンガーショックなのはわかるけど、おめえうらー、とっとと出かけるで、ハマグリで、サフィー、おめえもスレンしたんだろ？立ち直り早いな。アホか、いつまでもうじうじしてられへんわ。こうする間にもアミー王国の人やクラル王子は困ってはんねん。好きな人を助けるっちゅうのが乙女の心意気やないか。行くぜ。もうなんか乙女っつうか男前な感じがするが、しゃあねえ、行くか。サフィ、俺様には強制できねえが、気が向いたら来いよな。さて、伝説のサフィ4いかがでしたでしょうか。今回で一旦エンディングとなります。そしてシリーズを通してご存知の方はお察しかと思いますが、伝説のサフィシリーズは難易度の上がった2周目が本番とされております。そしてですね、今作のエンディングもどうやら3種類存在するようなので、アイテムなどのコンプリートも目指しながら全てのエンディングを見ていくことを目標にしていきますので、この後もぜひお付き合いいただけますと嬉しいです。操作感がね、かなり前作までとは違いましたが、かなりね、そちらの方も慣れてきましたので、テンポよく攻略していけるように頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして次回作についてです。新しいシリーズとしては結構ね、興味のあるインディーゲームが発売されてるので、
ちょっとずつね、手を出していけたらなと思っております。あとはフリーゲームですね。ぜひ他のシリーズなどもお付き合いいただけましたら嬉しいです。コメントの方もしっかりと読ませていただいております。本当にありがとうございます。同じ時間をシェアできる動画、これをね、ずっとモットーとして活動しておりますので、今までコメントを書いていなかったという人も、これからはどんどん書いていただけますと嬉しく思います。とてもモチベーションになっておりますので、一言でも嬉しいので、ぜひお願いいたします。いつも書いていただいているという方は、これからもぜひよろしくお願いいたします。ということで、まだまだ続きますが、どうぞよろしくお願いいたします。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。